ラジオエジです。5月10日日曜日21時を回ったところです。えー、長くお休みしておりましたラジオエジですが、そろそろ活動を再開したいと思います。ね、あの、えー、っと、今までね、メインチャンネルで、えー、っと、お昼頃に相場単身、で、夕方、夜か、夜に天気予報、そして、えー、週末には相場展望ということで、週に11本のレギュラー動画をやっておりました。で、それずーっとね、やってきてたんですけどね、 で、まあ、あの、サブチャンネルも含めると、だいたい月間120本から150本ぐらいまで、えー、動画作ってましたね。はい。で、ただ、それずっと続けてて、なんか自分でも気づかないうちに疲労が非常に溜まってましてね。ストレスも溜まってて。で、ね、だんだんなんか4月の終わりぐらい、もっと前からかもしれないけど、動画を作るのが楽しくなくなってましてね。で、えー、その結果動画の雰囲気がなんか暗くなっちゃったりしてて。 で、あまりよろしくなかったと思うんですよ。それちょっと反省してるんですけどね。で、今回、ちょっと実験的にというか、まあずっとになるかもわかりませんけど、えー、とりあえず一旦ですね、そのレギュラー動画をお休みして、んで、その代わりにね、メインチャンネルの方にはテーマ別で動画を上げていこうかなと思っております。はい。なので、ちょっと動画投稿の数がね、減るかもしれないし、タイミングがバラバラになると思うんですけど、 まあ、よりテーマを絞って、より必要性の高い動画をタイムリーに出せたらなと思っています。そんな形でね、ちょっとやらしてもらいたいなというふうに思います。なのでまあ、動画の本数は減るかもしれませんけどね。で、サブチャンネルの方は、相変わらずというか、いつものように、ざくばらにあんまり構えずにですね、どんどん投資情報も含め出していきたいんで、 まあメインチャンネルでちょっと動画がね、えー、テーマ別になって減る分、サブチャンネルの方で、えー、補っていければと思っているので、そちらも見ていただければですね、両方でうまく保管できるんじゃないかと。えー、情報量そんなに減らないんじゃないかと思います。で、えー、まあメインチャンネルの動画は、やっぱり結構今まで緊張をして作ってきましたうーん。まず朝起きると一生懸命、えー、ニュースチェックをして、いろいろなね、えー、材料、動画の材料を集め、 えー、そして自分なりの考えをまとめ、で原稿書いて、えー、収録する。で、終わったらまた次の動画、終わったら次の動画。できれば講座も入れてとかいろいろ頑張ってやってきたんですけど、ちょっと頑張りすぎたかなと。<laughs> 頑張りすぎちゃって、で、えー、疲れちゃって、ねで、ストレスが強くなって、えー、楽しくない動画になってるもしてたんで、それちょっと反省しましたね。えー、少しゆる 目にして、やってみたらどうかってことで、ちょっとこの後はそういうふうにやらせてもらおうかなと思ってます。で、このお休み期間中皆様から、あの、いろいろ励ましのメッセージ、そして、また頑張ってくださいというメッセージいっぱいいただきましてありがとうございました。そのメッセージがなかったら、もしかしたら今回、結構4月の末の段階で僕はしょんぼりになっちゃってたんで、 えー、動画投稿が再開できなかったかもしれないというふうに思ってましてね、えー、いろいろ応援してくださっている皆様には感謝申し上げます。ありがとうございます。えー、そういう形でちょっとやらせてもらっていいですかね。うん。で、まあ、あの、テーマとしてはね、やっぱり今まで通り動画、あのー、投資の動画をもちろんやっていくんですけれども、うん、ちょっとね、メインチャンネルについては、たまには普通の、他の動画っていうかね、 投資以外の動画もね、あげるかもしれない。だからあんまり、投資、投資っていうふうにテーマを縛ら,らずに、えー、自分を縛らずに、えー、やってみようかなと思ってまして、もう少し自由にやらせてもらったらどうかなと。その方が、えー、自分も楽しく活動できるし、 皆さんにも楽しく動画を見ていただけるんじゃないかなと思いましてね。えー、そんなふうに考えました。で、今回お休み期間中にね、あのメルマガを出すとか、えー、サイトを開設するとか言ってたんですけど、できませんでした。ごめんなさい。<laughs> えっと、やろうと思ってたんですけど、うーんと、まあそういうのをやらやるとなると結構またこれは労力でして、えっと、それをやらないのが休みかなと思って、今回ちょっと休んでみようということでね、休んでみました。はい。 で結構ポーっとしてて、<laughs> はいえただね、何もやってなかったわけじゃなくて、えー、ここにね、パソコンがね、ちょっとセッティングしてあるんですけど、4K モニターを買って、4K モニターをセッティングして、もう一枚ここにモニターあるんですけど、新しく動画を録画するね、えー、バックアップシステムをね、作るみたいなことをやってたり、 え、今してます。で、スピーカーを置く場所がないんでね、ちょっと趣味の木工で、えー、新しくスピーカースタンドを今作ってたりもするんですけど、またできたらお見せしますけどね。んなことやってたりしたんですけど、あんまりあの、なんていうの、頭を使うっていうか、えー、結構しんどい系の仕事は、仕事っていうか作業はやらずに、結構ポケーとして <laughs>、で、楽な作業だけやってまして。その中で、やっぱりちょっとね、 うん、今後詰めすぎたかなぁと。で、もともとあの、ね、60歳過ぎて、楽しみ半分で始めた YouTube 活動だったんだけど、集中しすぎてしまったんではないかというふうに思いまして、えー、まあ、それをちょっと反省して、今回、えー、そういった形で、えー、レギュラー動画をちょっとしばらくお休みして、テーマ別の動画にして、 サブチャンネルでそれを補うとで。サブチャンネルの方はあの今まで通りやってきますんで割と緩くやってきますし、ただサブチャンネルの方もちょっと雑談を増やしたいかなというところはちょっとありますね。えー、それからまあサブサブチャンネルになるのかと思うんですけど、うんと音楽活動をねちょっとやっていきたいっていう気持ちがやっぱりあるので、ね、サブサブチャンネル。 音楽チャンネルをね、前々から指導したい、指導したいって言ってたんですけど、それもやってみたいなっていうこともあって、で、それが今までのようなあのメインチャンネルの週に11本、えー、月44本以上っていうね、えー、作業を自分に課してしまうとできなくなっちゃうんで、えー、僕はまあ、あの、投資は専門分野なんですけど、投資だけ考えてるわけでもないので、 えー、まあライブもね、あの YouTube 僕はライブやりたい人なんですけど、今やってないんですけどね、ライブやらない僕もちょっとどうかなと思うし、だからライブ活動もね、やってみたいなと思っていたりして、そのあたりちょっともう少し自分らしい、 活動のスタイルに戻させてもらいたいなということで、この後はメインチャンネルのレギュラー動画をちょっとお休みして、その代わりテーマ別の動画を、今までよりちょっと本数は減ると思うんですけど、やってみたいなと思っています。 で、まあ、その結果ね、どういう風になるか、えー、より良い,い活動ができるかどうかあたりを、えー、ちょっと見ながら、皆さんからのご意見もお伺いしながら、えー、その後どうまた修正して,していくかね、考えたいなと思います。YouTube って、まあね、だいたい1ヶ月とか3ヶ月とか半年ぐらいやると、何か必ず修正が必要になってくるんですね。必ず行き詰まるっていうか、何か転換点を迎える感じを。 僕は持ってまして。で、今回も結構大きな、まあ、11月去年始めて、えー、1ヶ月ぐらいで転、えー、相場の動画に切り替えたんですよね。で、それから5ヶ月ぐらいやって、で、えー、再開後半年経ったところで、またちょっと転換点を迎えている感じがして、ここでちょっとそういうふうに変えてみてですね。で、またどうなるか、ちょっと見させていただければと思います。で、今まで通りの活動は、実質無理ですね。うん。続けるのが。 で、やればできるんでしょうけど、どんどんなんか疲れるとストレスが溜まっていって、動画の雰囲気が悪くなっちゃうんで、<laughs> それは皆様にも申し訳ないんでね。うん、なので、えー、そういう意味で、えー、ちょっと一回、えー、やり方を変えてみたいと思いますんでね。えー、よろしくお願いします。えー、そんなことで、えー、本当にのんびり、のんびり過ごさせていただいてたんですけど、もう5月も終わりということなんで、あ、5月も終わりじゃん。研究も終わりということなんでね。はい。 活動再開します、えー、メインチャンネルの方にこの後ね、強化したあー今日無理かもしれないですけど、ちょっと一本テーマ別の動画をね、あげたいなと思ってましてね、どれぐらいの投稿ペースになるのかちょっとまだわからないんですけど、そのあたり含めて皆さんからまたご意見いただければなと思っております。えー、まああの、4月の終わりの段階では本当になんかね、ストレスまみれになっちゃって、えー、ちょっと雰囲気の悪い動画もありましたよね。 で、4月の終わりに、あの、YouTube に僕の動画がね、うまく検索に引っかからなくなっちゃって、どうしたことかっていうことで聞いてみたら、それはバグだっていうことだったんですけどね。それでなんか、え、一生懸命やってんのになーっていうので、ひねくれまして <laughs>。それで、あの、動画投稿のモチベーションが下がっちゃったというようなこともあったんですけど、まあ、今後はそうならないようにね、まあ、あの、もう少し、なんていうか、ゆるくというか、 ええー、まあいろいろな、その、まあ頑張りすぎないように、とにかく。はい。どうしてもね、えっ、ー、と、僕、ワーカホリック的な部分があるので、えぇ、ー、一旦何か始めて集中していくとですね、もっとよくできないか、もっとよくできないかということで、うわーっとこう集中していって、プチッと切れてしまうみたいなね、ところがよくあるわけです。はい。そこは僕の悪いところなんだけど、えー、悪い癖なんですけどね。そういうところがあって、今回もう、わーっと集中しすぎてですね、で、えー、そうです。ため 混んんででしまっったたたみたいなところがあったんでその辺り反省してね、えこの後は、えー、少しリラックスして、えー、少し緩やかに、えー、レギュラー動画にもこだわらず、テーマ別の動画を少ししばらく上げてみて、えー、どんな活動になるのか、ちょっと皆様からの反応、ご意見、頂戴しながらね、やってみたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、えー、今週から、 そんな形で動画活動を再開したいと思います。えー、今までね、そう活動マックスですごい量、月間120から150本とか動画出してきたんですけど、この後少し動画の本数も減らし、投稿頻度も減らしながら、で、そこの一,一応マックスから一回ミニマムに落として、そこからまた広げていってどうなるかみたいなところをちょっと実験させてください。はい。 えー、どうなるかわかりませんけど、より良い活動になるうようにと思ってのチャレンジなので、えー、どうか皆様ご理解いただければと思います。以上、ラジオ時からのお知らせでした。今後ともよろしくお願いいたします。えー、いろいろメッセージありがとうございました。また、では次の動画で。